では恒例の17歳ほぼほぼアカペラみたいな感じでやってみたいと思います。頑張ります。17歳。何でもいない海、二人の愛を確かめたくて、あなたの腕をすり抜けてみたの。走る水辺の眩しさ、息もできないくらい早く強く掴む私は今生きている。青い空の下、二人の愛を抱きしめたくて、光の中に溶け込んでみたの。二人空になるのよ。風は大きいけれど動かないで、お願いだから、好きなったもの、私は今熱い命に任せて、そっとキスしたい。空も海も見つめる中で、好きなんだもの、私は今生きている。私は今生きている。取れてた、よかった、ありがとうございます。ちょっと本当いつ切れるかわからない状態でやってるので、取れてて安心しました、ね、今日はねこれやってみたんですけども、いろいろ思い出しながらやってました。私がこれをやろうって思ったきっかけがあって、私より一回りぐらいお姉さんの方で、なるちゃんいつもありがとうございます。これをね、完コピを私より最初にやってやってた方がいて、すごい味わい見てびっくりして上手だなと思って、それで私もやってみたいと思ってやる気になって、これが私の本当に今定番になりました。それで私が500人の時もすごいいけそうでいけなくて困ってた時もね、協力してくれて心を砕いてくれてね、なので本当に感謝していて、このやるきっかけも与えてくださって、
そう、500人の時も協力してくれて、でそれで今もね、やっぱりお互いにすごく動画を上げるのが忙しいので、毎回毎回お互い見れてるわけじゃないんですけれども、でも時折、様子を見に来てくれて、嬉しいことを言ってくれたり、節目節目で、お祝いのコメントをくれて、本当にありがとうございます。ね、感謝しています。で、最近も今日かな、今日も、この17歳のね、エクササイズみたいな感じで、やってらっしゃる動画を見てね、私もわーっと思って、ね、そうだそうだと、かっこいいなと思いました。本当にいつもありがとうございます。きっかけも与えてくださって、それからもずっとね、応援してくださって、本当にありがとうございます。改めて感謝申し上げます。ね、美淑女ちゃんって言ってくださって嬉しいです。私も本当に、年上の方なのでね、ちゃんって呼んでいいのかすごい葛藤があったんですけども、美淑女ちゃんって呼んでくださってるので、なるちゃんっていう風に言わせていただいております。ね、これからも本当にね、よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。美淑女、美淑女ちゃんかな、はい、チューリッププリンセスでした。どうもありがとうございました。